Are you ready, baby? Yeah! はい、ティリタスの日本語能力テスト第4弾第4弾、本当に楽しみな時間なんですね。そうですね。はい、もうこの3段目からおばさんと一緒にやって、その時おばさんが初めだから、難しかったです。だよね、空気読めなかったよね。そうですよ。はい、おばさんはどうですか？僕は自信めっちゃない人じゃないですか。ああ、僕はもう自信はないですけど頑張ります。はい、じゃあ早速始まりましょう。どんな問題、どんな問題かな。ティータオフィシャルチャンネル。今回はね、長い長い港の何年生の問題なんですか。シビチアスター中学小学校小学校小学校1年生小学校1年生なんですか。できる。長いですね、会話が。小学1年生の高級ハイレベル。ハイレベル。いやちょっと、ちょっと、頭が痛い。やってみましょう。うん、上を見て。今回のお話。りょうあくんと、お父さんは、小さなヨットを作りました。イエーイ。さあ、できたぞ。これから、めいめい引きをしよう。お父さんが、りょうくんに言いました。めいめい引きって、名前をつけるお祝いさ。名前は、ちびちゃなでいいんだね。お父さんが念を押しました。もちろんちびちゃパパが外国で見た車もそうだったんだよね。そうそう、ちびちゃなってのは海の向こうのチューバの子供たちが作っていた車さ。おもちゃだけど本物のトラックよりも早く坂を駆け下りでいたよ。そしたらしましょう。はい。めいめい式とは何ですか。これは簡単じゃない。簡単だよ。めいめい式はめいめい式じゃないですか。誰、何がありますか。答えましょう。うん。めいめい式とは何ですか。名前をつけるお祝いさ。名前を作ること。名前を作って用途にあげる。違いますか。なんで笑いますか。全然違いますよ。名前を作って用途にあげる。おお、なんでなんで。用途の名前を作ることじゃないですか。作ることじゃなく、名前を作ってお祝いをする。そうだよ。このですよ、ね、もうちょっと詳しく書けたらやったらいいのに。ゆうくんはヨットを、名前をどうしてちびちゃなにしたのでしょう。問題の中でおもちゃだけど、そうだよ、本物のトラックよりも早くそうだよ、坂を駆け下りていたからでしょう。パパも同じ考えだったのは、パパが外国で見た車の名前もなんかそうだったから、二人の意見があってできた。投げよくん、本当にいい子。それはまだわからないです。この文章ではないでしょ。坂、坂することを願うので、キューバ本当にいい場所じゃないですか。あ、両国はキューバ人なんですか。キューバ人じゃないですけど、お父さんがキューバにして、お父さんがキューバ人。あれキューバ人じゃない。カメラすると見てみる。ただ問題ですよ。
check it out.